に変わりまして、この後のトラック競技、北関東女子最終第7種目目 800m 競走1組の結果です。1組からの総合得点です。でしたが、優勝記録菅野小林くん 15m38、 最後に記録を伸ばして優勝に花を添えました。南関東第3段跳び決勝競技を終了いたします。 3m 伊藤達君東京 15m05、 追い風 2.3m。